演奏する曲はレミオロメンの3月9日です。この曲はもともとは結婚式のためのウェディングソングだったんだって。へえ、そうだったんだ。だからこんなに相手を思う気持ちが歌詞にして書かれていたんだね。そうだね。この先も隣でそっと微笑んでとかされるもんよね。でも私は3月9日っていうシーズン的にもやっぱり卒業のイメージが強いかな。そうだね。ということで感動的なこの曲を緑水から皆さんに届けたいと思います。式は緑水の顧問である川俣照美です。どうぞお聴きください。Thank you.
ました。最後に演奏する曲は、ももいろクローバー Z のエビ反りダンスが話題となったこの曲。今度はちゃんと当てるよ。行くぜ、最高少女でしょ。ピンポーン。この曲は定期演奏会でも演奏するから大事だよ。テスト出るよ。え、テストあるの？ごめん、知らなかった。ちなみに、その演奏会はいつ、どこでやるんだっけ？4月28日の土曜日、ひたちなか市文化会館だよ。忘れちゃダメでしょ。ごめんごめん。定期演奏会は私たち吹奏楽部にとってとても大事なイベントなんです。そのため一番熱の入る時期でもあります。さあ皆さん、日付は覚えましたか？それでは忘れてしまった方のためにもう一度お知らせしましょう。4月28日土曜日、ひたちなか市文化会館です。ご家族やお友達を誘ってぜひお越しください。さあ準備が整ったようなので演奏に移りましょう。週末ヒロインたちによるキレキレのダンスにもご注目ください。指揮は1年森本キラです。緑水が送る行くぜ怪盗少女、どうぞお楽しみください。